皆さんこんにちは、田中ひなです。今日はですね、久しぶりに、私の、最近よく使っているアクセサリーだったりとか、新しく購入した、アクセサリーの紹介をしようかなと思います、最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。それではスタート。冒頭にもね、説明したように、新しくちょっと最近こう、取り入れたものだったりだとか、あとは、結構こう、普段から、身につけてるものはそんなに変わらなかったりとかするものも多くって、でもそのスタメンって言うんですかっていうものも若干こう変わってきたりしているので、そのお話をしようかなと思います。まず今日つけているものから紹介していこうと思います。まずピアスなんですけども、はい。こんな感じのぷっくりとしたシンプルなゴールドのピアスですね。で、このピアスは結構つけてることがね、動画でも多くって、私は、楽天ファッションで購入したんですけども、アーバンリサーチのものですね。形が丸じゃないのがすごく可愛くっていいなと思って、すごく気に入ってます。何でも合いますね、お洋服。うん。つける頻度が結構多いピアスですね。こっちの耳にはイヤーカフをちょっと今日はつけているんですけども、このイヤーカフは今度レウリーで販売をするイヤーカフです。はい。こんな感じ。私結構耳小さくって合わないものが多かったりイヤーカフはするんですけど、これ結構ぴったりな感じで、はい、気に入ってますね。ただちょっとこれね、つけるコツがあって、見た目がね、少しこう上がこう尖っているような感じのデザインになっていて、はめ込むところがこんな感じになってます。つける時に一番耳の上のところのこう斜めに薄いところからこう耳の形に沿いながら入れ込む。そうすると結構簡単に入ります。で、自分の一番ここが落ちないなっていうところをちょっと探していただいて、私は結構この耳のポコってなってるところに引っ掛けると落ちにくくなるので、そこまで通すと、はい、こんな感じになりますね。もし緩いなと思ったら、ギュッと押してあげるといいかなと思います。で、取り外すときはちょっとだけこう緩ませて取ると、そんなにこう痛くはならないかなっていうふうには、私はちょっとつけてて感じています。続いてリングですね。リングは、このまずシルバー2個つけているんですけど、これは、鎌倉にあるグラムっていうオーダーメイドで作ってくれるリング屋さんがあるんですね。で、そこで彼と付き合った当初ぐらいにお揃いで作ってたんですけど、結構もうちょっと古くなってたので、今年に入ってからそう改めてまた作ったんですけども、シルバーのデザインにしてます。これがお揃いですね、彼と。で、上は別なんですけども、サイズがピタッとあったので追加で購入しました。こうやって重ね付けで、この指はもうずっとどんなファッションでも、アクセサリーがゴールドでも必ずつけてるって感じですね。この指も結構ね、勘違いされちゃうんですけども、母と父から二十歳の時のお祝いでプレゼントでもらったリングをつけてます。薬指はもう結構固定ですね。で、今つけている人差し指、こことか、他の指もなんですけど、そこは結構変えることが多くって、楽天で、購入したんですけども、結構ね、ここのショップもいろんなアクセサリーが豊富で、お値段もそこまでしないっていうのもあって、買うことも多いんですけど、デザインがこういうちょっとね、二連に元からなっているようなデザインで、ぷっくりとした感じのものですね。結構これもいろんなお洋服に合わせやすいので、悩んだらとりあえずこれっていう感じでつけてます。で、ちなみにここのリングもう一個同じのがあって、今つけたんですけど、こんな感じのデザインのリングですね。この2種類をここのショップで買いました。これね、私親指にも入ったんですよね。なんで、全然こう、サムリングとしても使うこともあるし、人差し指につけたりっていうこともあるって感じで、いろいろちょっとこれはつけてます。で、次にネックレスですね。今日はちょっと2個付けをしているんですけども、これは本当に使う率がすごく多くって、華奢で、
これこそ本当に何にでも合うので、例えばスウェットとか T シャツとかでもちらっとこういうのが見えるとすごい可愛いなって思うのでつけたりするし、まあ、今日みたいな感じでも使えるし、で2個付けしたりする時にも使えるっていうのもあって使ってます。私は S サイズの、サイズ感のものを、選んだんですけども、はい、こんな感じですね。もう一個今日つけているのが、ちょっとデザインがこう違うの伝わりますかね。ここは結構ね、チェーンが太めな感じで、ここが細い感じなんですけども、こうね、途中から変わっているようなデザインで、グレイっていうブランドの、ネックレスです。で、お値段もここもめちゃくちゃ高いってわけじゃないので、そうなんですよ。それもすごく、気に入っているというか、いいなと思っている点で、はい、今日はちょっとこう首元が開いてたので2個付けしたいなってことでこんな感じで付けました。このね、ネックレス結構サイズを調整できるんですよね。後ろが長くしたりもできるし、短くもしたりできるので、こうなんだろう、重ね付けしたい時とかはこれで、やるといいかなって感じですね。もう一個グレーで最近買ったのがあって、淡水パールのネックレスなんですけども、可愛いんですよね、めちゃくちゃ。これも最近あげたディアルコーデの時とかにも、つけていたんですけど、そうワンポイントになるし、なんか淡水パールは今年の夏からずっとこう気になっていて、でも秋もこういうのとかつけるの可愛いなと思っているので、まだまだこれも大活躍しそうだなって感じです。そしたら次にこれ紹介します。大ぶりなピアスですね。トゥデイフルでセールになってて、購入をしました。髪をねこう切ってから大ぶりのピアスとかがすごい生えたりとかもするし、なんかいいなって感じるので、そう、それで探してたらそうあったので買いました。つけてみたらこんな感じですね。形がねこう丸じゃなくてちょっとこう楕円みたいな感じになってるのがすごく気に入っているポイントでもあるんですけども、なんか私こう髪の毛を両方こうやって耳にかけたりとかしたいなって思う時はあるんですけど、ちょっと顔の輪郭的にいやでもカバーしたいなみたいな風に思うこともあって、そういう時に結構この大きめのピアスとか使うこと多いかもしれないですね。ちょっと私耳のこのホールがね、下目にあるのですごいこう引っ張られてる感はあるんですけど、全然大丈夫です。痛くもないし重いなっても感じないので、ちょっとこういう大きいピアスもハマってますね今。これもちょっと大ぶりではあるんですけども、こんな感じのこうパールがついている変形したピアスですね。ちょっとこう上品な感じの雰囲気になりますね。これはまたさっきのトゥデイフルとは違って、めちゃくちゃ甘い感じの格好ではなくって、シンプルなシースルーのトップスを着た時だったりだとか、あえてフレアのデニムに、ジャケットとか着た時にこういうのを持ってきたりとかする感じかな。逆にこう甘い感じのワンピースの時とかは一番最初につけてたこんな感じのシンプルなものをつけてバランス取ることが多いかもしれないですね。でこういうちょっとパール系のものが結構最近好きだったりもするので、これはねラビッシュゲイトっていうとこのブランドで、ここね結構好きなんですよ、愛用してますね。これはそこまでこう大きい感じじゃないから、まあ甘めな感じのお洋服着た時とかでもいいかもしれないし、ちょっと淡水パールで組み合わせてみるのもいいし、カジュアルな格好でもこれは可愛いかもしれないですね。あえてのこんな感じで行くのも可愛いと思います。これも最近ちょっとまた久しぶりによく使うことが増えたんですけども、そうこれごめんなさい、リアルコーデを撮ってた時に私がちょっとどこのか忘れちゃってっていう発言をしたら、そう視聴者の方がそれ多分昔ローズバッドで購入したって言ってたと思いますっていう風に教えてくださって、そう本当にありがとうございます。確かにローズバッドで購入しました。シンプルな感じではあるんですけど、なんかこうねただまっすぐじゃなくてちょっとこう曲がっているような感じのデザインなので、存在感はあるような雰囲気のものかなと思います。そうですね、今みたいな感じのバランスでこのピアスとかつけるのいいかもしれないですね。続いてが
ちょっとこれはまだ販売予定のものではあるんですけど、レウリーで、第2弾として販売するちょっとゴールドのピアスを少しご紹介させていただきたいと思います。2種類ちょっとまず用意したんですけど、1つ目が結構最近つけてる頻度が動画でも多かった、こちらのね、マットのゴールドのピアスですね。こんな感じのものなんですけども、すっごく可愛いんですよ、これも。さっきの今までつけてた感じのゴールドのピアスと比べると、ヴィンテージっぽくなると言いますか。さっきのは結構こう可愛らしい上品な感じっていうのがよりこう出るようなデザインとか、まあツヤ感とかもあるので、だったかなと思うんですけど、これは気分的にこうちょっと今日は引き締めたいなみたいな時はツヤっぽい感じじゃなくて、こういうちょっとこうマット系のピアスを最近使うことが多くてかなり気に入ってます。はい、24日販売予定なのでぜひはい、気になる方はチェックしてみてください。もう一個の方もマットですね。まあちょっとこっちと比べるとツヤっぽさはあるとは思うんですけども、デザインがちょっとこれはこういう渦を巻いているというかねじれているような感じのデザインです。若干これより小さめになってて、こんな感じの印象になります。ちょっとさっきのと比べるとこうゴージャス感っていうか、そういうのがこう増す感じの印象になるかなと思います。なのでそうですね、今日の感じはまあどっちでもいけるんですけど、私だったらちょっとこっちの方につけるかなっていう感じですね。すごくこれも可愛いんですよね。次にちょっとゴールドのアクセサリーの時につけるブレスレットの紹介をしようと思います。時計をつける時とつけない時っていうのがあって、つけない時にはだいたいこれを最近使うことが多いですね。コーチのです。これはくるみとまどかっていう、まあ、Vlog とかでもね3人の京都の時の3人組なんですけど、その子たちと、もう何年前だろう、アウトレットに行った時にそうこのゴールド、シルバー、ピンクゴールドのブレスレットがあって、こうそれをちょっと3人でお揃いで買ったものなんですけども、ゴールドのアクセサリーをつける時とかはこんな感じでこれをつけることが多いですね。で、次がじゃあネックレスの紹介をします。ネックレスは基本的にこう華奢な感じのものをつけることがほとんどではあるんですけど、まあ先に紹介したこれとこれとちょっとこうデザインが変わっているチェーンのネックレスと、他にゴールドだとちょっと太めな感じのね、平べったい感じのチェーンのネックレスなんですけども、はい、ちょっとこっちの太い方で分かりやすくどのぐらい違いがあるのかっていう感じで重ね付けをしてみたんですけども、結構印象的になるので、首元が結構こう空いている時のお洋服の時とかにそう印象付けたい時にこのネックレスつけたりとかしてますね。で、ここのブランドはもう一個ちょっとアクセサリー持っていまして、こちらのリングですね。ちょっと太めな、ごつめな感じのリングなんですけど、つけるとこんな感じです。もう本当にこれ一個つけるだけですごく印象的になるので、バランス的にはあんまりこうごちゃごちゃさせずに、もうシンプルでこういってネックレスもピアスも。で、手元もそう、ここだけちょっとごつめみたいな感じにしたりすることが多いかなって感じですね。で、あとちょっとゴールドのリングでいくと、これちょっとどこの雑貨屋さんだったか忘れたんですけども、ここで、このプクプクってなっている感じのデザインの、親指にはめるようなゴールドのリング。これもね、販売予定、24日にちょっと出させていただく予定なんですけど、こちら、これもレウリーの商品のリングですね。こっちはこうねじれてるんですけども、向きをこう変えれるんですよね。反対にすると、ただのこう、二連になっているようなデザインっていうのを変えれるようなデザインになっているので、すごく可愛い。これもで、シルバーも使うことがあるんですけども、まあ結構シルバーゴールド混ぜたりすることもあるんですね。で、ジュエッテで購入したピアスですね。シルバーとゴールドがこう連なっている感じの、ピアスになるんですけども、こうイヤーカフみたいになるんですよ、これ。はい、こんな感じの印象になります。例えば一番最初に紹介したレウリーのこれはイヤーカフシルバーもあるんですけど、シルバーをこうやってつける、こんな感じでちょっとかっこいい感じになりますね。
で、まあ、例えばこれシルバーじゃなくてゴールドにしたらまたちょっと柔らかい感じの印象になったりするので、そうすごいなんだろうバランスが取れるんですよ。気に入ってますこのピアスは。でもう一個ジュエッテで最近購入したのが、動画でつけててねすごい質問いただいたんですけども、こちらはねパールがこうついているシルバーのリングなんですけども、可愛いですよね、すごく一目惚れして買いました。これね、私シルバーにしたんですけどゴールドもあって、はい、ただ結構リングはねゴールドを持っていることが多かったので、今回ねこのシルバーにしました。でネックレスでいくと、普通のシンプルな、シルバーのネックレスも、持ってはいるんですけども、これもねトゥデイフルのもので2連でつけれるようなデザインになってて、くるみからね、誕生日プレゼントで、もらったものですね。ちょっと今日の格好だとシルバーはすごい浮いちゃうとは思うんですけども、こんな感じでつけたりします。でシルバーのブレスレットだとこれを使うことが多いです。フィリップ・オーディ・ベールというところのものなんですけど、ここもすごい可愛いんですよ。ここのブランドは結構こうかっこいい感じとか、チェーンのブレスレットとかがあったりするところなんですけども、これは、こう3連になってて、ゴムになってるんですね、ここが。付け外しがすごく楽ちんなんですけど、結構夏場とかよく使ってましたね、このブレスレットは。では一番最後にですね、質問これちょっといただいていたので、はい、お答えしようかなと思って。ですね、レウリーで今度出す、ネックレスです。ゴールドとシルバーを用意しているんですけども、ちょっと画像で説明するとこんな感じになります。つけると。すごく可愛いんですよね。ちょっとこう垂れ下がっているような感じのデザインとか、今こうボールチェーンのネックレスとかすごい流行ってたりとかすると思うんですけど、そういうのもあっていいなっていうことで、はい、ちょっとこれを、取り入れました。これは、その中でも結構華奢な感じのデザインになっているので、そこまでこう派手にならずに、つけることができるかなっていうのと、でもなんかすごいこうタートルネックとかやっぱこれから着る時期になってくると思うので、うん、すごくつけれるんじゃないかなと思います。一応こんな感じで調節はできるようにはなってます。ちょっとね首元が開いた時とかは短めにつけて、ここの1個目の部分がこう首元にピタッとつけれる感じでつけれることもできるし、分厚めのニットはちょっと厳しいかもしれないんですけども、長さは一番最大にしたらここに結構ゆとりがあるので、めちゃくちゃ分厚いニットじゃなければ、うん、全然いけるんじゃないかなと思います。これだけ余裕があるのでね。でシルバーとゴールドがあるのでお洋服に合わせて使えると思いますし、お値段もちょっと結構お手頃価格なんじゃないかなと思っているので、ぜひぜひ、気になる方はチェックしてみてください。はい、というわけで、以上がですね、私が最近、よく使っているアクセサリーたちと、新たに購入したアクセサリーのご紹介をさせていただきました。他にもアクセサリーはあって、そうなんかシルバーの大きいのとかもあったりはするんですけど、それはねちょっと以前にご紹介したことがあったので、今日はこんな感じでご紹介させていただきました。ちょこちょこと、うん、またゲットレディウィズミーとかそのコーディネートの時とかにも使った時はご紹介はしていこうかなと思うので、またそちらの動画を見ていただけるといいかなと思います。はい、というわけで、今日はねアクセサリー紹介の動画でした。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。もしよかったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。